挨拶をします。よかったら練習してみましょう。チャオ。
皆さんもすれ違うゴンドラや川沿いのゲストの皆さんに気軽にちゃおうっていう挨拶をしてみてくださいね。さあこの運河にはあのように美しい橋が何本もかかっています。そのうちの一つ、願い事が叶うと言われている橋があります。後でご案内するので、皆さんはそれまでに何をお願いするか考えておいてくださいね。さあ、すれ違うゴンドラがやってきました。チャオを使ってみましょう。願い事が叶うと言われている橋です。私が3つ数えますので、皆さんは目を閉じてお願い事をしてみてください。
全部通信システムの作動状況を報告する。ゲスさん、全てのアクアコン正常に作動中。潜水艇は我々が水中に発した音波を受信しています。よろしい、通信を維持し各潜水艇からの信号を確実に追跡する。はい、ゲスさん。船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに近い。全速力で通過させるのだ。掴まれているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。何かが潜水艇を押し上げているかのようです。この未知なる海へと帰ってくるのを待っている。中央アメリカのジャングルが広がるロストリバーデルタは、これから向かうのはアラビアンコースト。千夜一夜物語を思わせるエキゾチックな世界です。Yeah!
左に向かえるので、方向も一に流ら、出会ってください。はい、じゃあ1球目、ボール台2球目。あ、あそこ、左のやついい。一番左。はい、じゃあ準備できたみたいなので、いくよ、せーの、はい、いいよ、はい、準備はいいかな、左、2球目、いいよ、せーの、かいちゃん、惜しい、いい感じ。で、ボールの勢いは大丈夫なので、そのまま行きましょう。3球目、準備はいいですか？行くよ。せーの。左。Grab this footing feet. Okay? And good job.